行きます。だいぶアイテム、全回復が2個と青赤か。まさかあんなとこの救急スプレーを取り逃していたとはっちゅう感じですがね。俺セーブしたんだっけ、これ。したよな。怖い。気になる。セーブしたっけ？5時ぐらい。ああ、セーブしたね。はい、いきます。なんか、ポンポン痛いです。とりあえず一応、これ、なんか気持ち悪いんだよな、こういうの。すげえ気持ち悪いんだよな、こういうの。じゃあ、ここショットガン持ってきて、ここライトニング。まあいいや、これで。こんばんは、どうも。ちょっと待って。ちょっと待ってと。なんなんだって。よし。OS スチューディオでキャプチャーしよう。いや、わかんないです。アイテムボックスセレクトで相当できた。いや、OBS スタジオっていうのを使ってるんですけど、OBS スチューディオってやつあるんですね。初めて聞きました。今日休みですか？早いっすね。録画なんか、できますよ。なんだろう。こうやってさ、喋りながらさ、まったり配信してるやつは、俺、OBS で撮って、つべにあげてんだよ、いつも。で、ちゃんと編集で実況でやりたいやつは、もう一個のさ、キャプチャーボード買った時に、ついてくるキャプチャーソフトでやってますね。アバーメディアさんのやつですね、僕が使ってんのは。OBS、あれだよ、録画できるから、画面出力できるんだったら、キャプボ買う必要はないよ。でも無理か。キャプボないと結局は、パソコンの画面出力できないか。セレクトでできましたな、相当。これどこ行くだっけ？A だとドライブするのは覚えてる。今日シーマンやろうかなって。シーマンでもね、あれね、よく考えたらあんまり動きねえんだよな。ちょっと喋ったらなんか今日はこれまでみたいになるんだよな。そもそも孵化するまでがな、長えんだよな。ま、いっか。シーマン配信なんか競技やってるやついねえだろ。配信殺し。ブヒー。これで降りてって。Steam なら OBS Studio だけど OK ですよね。ああ、そういうのあるんすね。僕はちょっと存じませんけど、いけるんじゃないでしょうか。ケーブルカーがあるから、下に行きましょう。かぶれてんな、マジで。気持ち悪いおっさんだな、本当に。
任天堂以外のハードなんていくらでも、ああ。これさ、あれだよな。このパソコン、全然だってフリーズっつうか、処理落ちとかしないかんな。たまになんか、なんだろうな。オートセーブとかの時に一瞬ピクってなる時あるぐらいかな。まあ、このグラボと CPU で 止まるんだったらよっぽどなゲームだろうな PS5 ね、PS5 専用で出られなければ、あれかな。ペルソナとかも結局ね、PC 版とか出なかったからね。そこなんだよな。あれ？やべ、こっちじゃね？これか。早い、そうだよね。やるなら全然いいんだけど、まあ本当に PS5 で出るか出ないかだけだね。まあ多分それでもよっぽど安くなるか。まあ初期型はまず買わないだろうから。ソニーの初期はねえ。60fps。120かね。ぬるぬるだわ。120fps。120fps の上があるみたいだね。ただそんなに出してさ、どうすんだろうって思うけどな、俺は。瓶か。あれかと思った。任天堂以外は全部 PC でも。まあそうだね 俺がやりたいのがやる、出るか出ないかかな。まあ大体、出るようにはなってきてるけどね。俺がやりたいゲームで出てないのも結構あるからな。アトラスがね、全然 Steam でゲーム出ないからね。エイダこれズ、で目的地に行けるはず。ずっとここで待ってたんだ。アダさん。任天堂はやっぱ強いね。マサルのなんかその気取った言い方マジで嫌いなんだよな。隣にいたら多分ぶん殴ってるわ。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。規制がね、あれですね。審査してるところがバカだよね。アンブレラに乗り込んで一刻も早く処罰すべきだ。そうね。でもあなたは正式に任命されてない。これは FBI の仕事。あら、かわいい。G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。ねえ、私を信じる？なんでこんな仕様らしいの このエイダさん そっちは？レもオちろん。出なきゃあなたは死んでる。そうか。あなたの助けがいるの。今こそね。G ウイルスお願い。こんな悲劇は二度と繰り返したくんなだいけの。のレベルで造形が作れるのに、弱気になるな。使わないカプもコンちはろん何手なん？数を出す。私を見て。まともに動けない。あなたが最後の希望なの、お願い。君を置いてけない。もし襲われたらどうする？ラブコメの波動を感じ、おうす、おい。私なら大丈夫。これは確かに好きになっちゃうな。見届けたいの。事件の結末を。それから、あえいだ。なたのこともね。間もなくネストに到着しえます。いだ。ノー。こんだけ綺麗おに、願い、アジ仕ア方ない。系はなんかいいのにな。持ってった。やっぱ支援っぽいな、顔が。
レオンはなんでケツアゴになったん。なるほど、これを強制するんだな。絶対整形しただろうって言われるわ。これはクレア編。なるほど、クレアの造形がひどいからっていう。ここまで来ると戻れなくなると。結局ハートの鍵なんかいなかったんや。これマグナムさ、あれ？ハンドガンより全然早いじゃねえかよ。やれんな。とりあえずこっから出る G には結構マグナムでやってきた方がいいのかな。18発25発か。しばらくってことは、ネスト、ネスト、ネスト。さて、Gウイルスはどこだ。仮眠室利用履歴、トビー・ジャクソン、サラ・タカハシ、ウェルト・ペイジ。はあ、何これ。まあ後でなんか暗号なんじゃろうね。ウェインリー、体質がないんだけど。おるってこと。アンブレラ、エイダー、レオン。イビーさん出てくるじゃないですか。これもおらん、いらん、いらんがな、これ。まあ、これもいんないんだけどね。記念に取っといてある。どうしよう、セーブしよっかな。セーブするか。あ、下にどんどん伸びてくんだ。20で上に戻るのかと思ったけど。1億ぐらいまで行くのかな。さすがに99か100までだろうけど。お、うっす。ん？ノースエリア、ノースエリア。なるほど。ピッツァじゃねえか。ペパロニのピッツァじゃねえか。いちごジャム？ブルーベリージャム？か、こんなん売ってんな、セミアとかに。これなんかありそうだけど、なんもない。うん。研究所ね。メガテン4の、あの、施設はやばかったね。パスワードゲストだったよな、そういえば。イモムシがなんかあれだったね。パソコンの上に乗っかってて。食堂、厨房。これ上からリカちゃま落っこってきたりなかったっけ、そんなん。バイオ2本家のね、リッカーはね、弱くてなぁ。ハンターあんな強かったのになぁっていうね。声がね、これ見るとメタルギアソリッド5思い出すな。あの PV でダサくなわけがないだろうって言われてましたね。MGS5。ダサくなわけがないだろう。
来いよ気流。んーで、こっから行けんのかな。あ、来てほしいんだけどな。おおおお。下がりすぎかな。なんなんぞあれ死んじゃうざけんなこのハゲマジ。足切っとけばよかった。しぶてえんだよマジで。どんだけ渋てんだよ。やだよ。折ったでしょ。ほこり？まさかこいつじゃねえよな。おお持ち上げる。おタワーブリッジ。おおちょっとちょっとちょっと、あそんなそんな横からうるせえよくびっくりした。いや検視した方がいや、うん、倒したら起きるかなと思ってたんで動いてるやつ。はあはあ、すげえ動くじゃん。すげえ動くじゃんよ。危ない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 。バカがよマジ。おいなんでなんでだよ。めっちゃうぜ。おいな、どういうことだよ。え、なんで当たんなかったの今。やべえ、待て。硬すぎるっつうかなんか、うん。お、曲消えた。かボケがマジめっちゃ食らってんだけど。なんなんですか、ほんとに。あーしんど。どっかにハンドガンが見えたような。おお200か。これはあれ持ってくるべきかな。
リストタグゲスト。ハンドガンの多分だいぶ使いましたな。燃料持ってきた方がいいのかな。って回復がもう全然ねえぞ。これか。15発でかい。あ、そうなんだ。来れなかったんだ。仕様変わったんですかね。本当やなんだけど、ちゃんと死んどけよ、マジで。少し死んどろ。あ、そっちどうやって行くんだ。通報から行くらしい。なんだっけ、少し死んどろって。この先は職員専用エリアです。ゲストの方に立ち入り。思ったんだけどさ、これさ、いけんじゃん、こっから手伸ばせば。どんだけお弱者なんで、お前は。ガンパウダー、ダイダイ。ふぅ、いきなり食らっちゃったよ。うん、には冒頭で劉邦にやられたネイト。いたいたいた。そのお前よくわかったな。これか。これが反応してる感じか。いや、他にもなんかあるんじゃないか。いるのよね、うちらとやるまで負けたことがないってやつ。いいんだよ、こいつらは。懐かしいな。ビッグマグナム。4話の盛り上がりはやっぱ、すごい好きだな。わかりやすい悪だったかな、立浪ジョージが。あれ、漫画版だと女の子殺してるかね、銃で。マジゴミだって、あいつ。普通に撃って殺してたかね、女の子。ネイティブの子供を殺すクソ野郎だったよ。この俺が標識を見間違えちまうとはな。あれ？まだあるね、やっぱ。漫画好きだけどね。うん。ジョジョの奇妙な冒険っぽい絵ですね。多いね。とりあえずこれ置いていきたいな。黙ってろ、人形だま。ミリタリーナイフ。ナイフ2本になったな。よし。え？しこいよ。死にてえ、やりてえならかかってこい。腹ごなしに遊んでやるよ。あれ？来た来た来た。うるせえな。なんだよ。マグナムか。そうっすね。うお、なんだよ、通過してっただけじゃねえかよ。ざけんなこいつ。バカだよマジで。ざけんじゃねえよこのハゲが。
回戻るか。あ、そっか、開けらんねえのか。スーってスーって通過してったな。あれあれ、そういえば、あ、戻れねえや。ファッカ。この音はあれ思い出すな、あのリベレーションズの仮眠室。うぃー、なんか出てる。なんなんだ、電子部品。こいつは使えそうだ。これであれか、職員になるのか。職員のアカウント登録されている。これをぐっしゃー、ファイ、オーアメージング。レギュレーター、何これ、強化パーツ。ほう、これなんもない、あれやめてほしいんだけど。これは？何これ、まだわかんねえな。ブレーカーボックス、声を切る。あ、こっち行けるわけか。我は職員なり。パワーアップ。レベルアップ。さあ来い。それ合理大輔だったな、レオの声も。格ゲー出てたよな、あの人よく。平八もそうだし。デドアラのバースもそうでしたね。レオンの声が変わってたんだよな、そういえば。中田ジョージになってたんだよな。その人もう生きてないでしょう。ガンパウダー大勝又。ん？よく考えたらさ、これってさ、マグナムの弾とはくっつけられないわけか。あれがリー研究員。そうだよね。そうなるよね。ほら、マグマグ。しばらくおめえとはお別れだ。SG の弾。SG の弾を増やすか、ハンドガンの弾。今何発ハンドガン。63発か。63発か。63発。で、あれ、だ30発ぐらい増えんのか。30発もいるか？いるか。いるか？いるか？保留。ガンパウダー大とガンパウダー大くっつけたらどうなるんだ。大きめのハンドガンのため、エレいっぺできんのかな。くっつけらんないのかもな、そもそも。あ、いってらっしゃい。グリーンハーブが欲しいんですよ。一応セーブ、こまめなセーブ。大量のハンドガンの弾。あ、そうなるんだ。勝又大と勝又大を合体させると、大様。大様になるってわけだな。大様のつもりだが。
大サマー。解放射器忘れてた。マジで燃費超いいじゃん。新行寺が高政になる。組み合わせ。マジ高政。こんなもんすかね、とりあえず。これいるのかな。いるのかな。一応持っとくか。枠に余裕あるし。ライトニングさん、ライトニングさんはかわいい。そうだな、 FF13 配信もそのうちやるか。またこれイビーが出てくるわけですな、そろそろ。ボス戦じゃない、ここ。ハンクだ。マサル、ゴースト、死神と呼ばれた男じゃないか。まあ、ハンクの中の、うん？っていうか、このなんか、これって、この、こいつらのチームが、ハンクって人の名前なの？そういえば。その、なんか舞台の兵士の呼び名なの？あれって。うん、いや、分かってる分かってる。大丈夫だよ。いや、あの、個人名なのか、その、チームの、チームっていうか、その舞台の名前なのかが、故障がハンクなのか、いまだに俺わかんないんだよな、よく。バーキン博士。G ウイルスはウエストエリアか。よし。舞台の名前じゃない、個人の名前か。あ、聞いてなかった。なんて？これ死ぬんじゃねえかな。カウチョンなんだけど、もう回復できるもんねえぞ。最近回復を見ません。メインシャフト、ああ、なんかあったな。死神、うるせえ、ぶっ飛ばすぞ。あったな、こんな。もっとなんか外っぽかったけどね、原作だと。3のカルロスも整形手術してるし、偽名。あ、そうなんだ。だから、あれなんですか。RE2 だともじゃもじゃなのかな。イメチェンなのかもな。あ、真ん中か。ここ入れんの？これ。入れんねえんだったらさ。戻って、整形してたんだ。レディーとかって言ってたしな。ブレーカーボックス。何これ、あれ、どういやいいだよ。赤いのがあっこしかねえな。とりあえずそこ行ってみよう。あ、それか。ウェヒヒ、いきなり秘密がバレちゃったね。デブンダーってそういえば別にそんなやつはいないって言ってないんだよな。そういえば。すごい。え、どかすわけではないのか。なんか上の方からなんか這い上がってみたいなのあったよな、そういえば。勝手に言ったことにされる。新行寺と一緒だな。新行寺のいないところで勝手に好感度が下がって、謎の現象。よかった。本当によかった。本当にありがとうございます。
何これ、フルーツ牛乳、コーヒーだな多分この感じだと。もともとの評価が何も変わらないからちょっと違う。ああ、好感度は落ちるっすよ、我に敵なし。ああよかった、よかった、回復手段が増えた。はあ、もうヒーヒーですよ、こちそら。こちそら新魚ですよ。どうしよっかな。ガンパウディ大。ってことは、ハンドガンの弾60発ぐらい一気に増えんのか。そんなにいるかな。30発増えればだいぶでも。これに30発でしょ？93、100発近くになるのか。まあ、やっちゃっていいんじゃねえかな。ショットガンの弾を増やすか。ショットガンの弾13。20発ぐらいか。ショットガンな、弱いらしいかんな。聞く話によると。さて、どうすっかな。これでマグナムを作って。これでハンドガンの弾作っていいのかな、それで。死んねえけど、まあ、なんとかなんだろう。俺はハンドガン大好きだ。25発。あ、そっか、4発余んのか。なればこうじゃろ。ドミの頭処理、ああね、もっとちゃんとショットガンしてほしかったよね。ショットガンに別にって感じだったよな。なんか俺、ぶっ放したけど。あー、ゾンビ、やばい。3匹いる。よし。これはショットガンで吹っ飛ばすぞ。ボーン。別にって感じだった。別にって言ってたもんだって、ゾンビ。食らいながら。あ、ここで1にも。え ?22? マックスセーブ。なんで微妙なんだ。はーい。初期ショットガンでも大抵どうだ、あー。不評だったんだろうね、やっぱこのショットガン。このショットガン、ショットガンしてないじゃんって感じじゃったんでしょうね。そらおめえ、ショットガンつったらよ、つって。ショットガンおじさんが説教始めるぐらい弱い感じなんだろうな、きっと。セーブ100個くらい用意してくれって。ああ、そういうのあるよな。アップグレード、ちょっと待って、これ誰誰、これ。そっとじ、こっちだな、先にこっち。ロック。ロックハワード。我はロックハワード。うるせえ、イキリデブ。何これ。あ、これ人だったのか。何、どうすりゃいいの。あ、そういうあれじゃないんだ。すごいことになってますね。変態に違いない。あ、これあれっぽいね。バイオ5っぽいね、やっぱ。バイオ6嫌いなんだよな、俺。いろんなとこで言ってるけど。バイオ6面白いと思ったこと2秒ぐらいしかねえな。ジェイクが小艇決めたところで、おわ、かっけー、それぐらいかな。色が違うのか。一般？
なるほど、ザワールド。ふぃー、出てくんじゃないですか、そろそろ。来るじゃんね、これ。うお、なんでこのクソ野郎。イビーじゃない。なんかまだボッコれねえか。はあ、なるほど。ピアーズがかっこいいのと、ジェイクとシェリーがいい子たち。確かし、エイダ、そうだね、エイダ良かったですね。レオンは乗るものは絶対に。そうだね、お前も落ちんだろ、知ってんだよ、早押せ。燃費が良くなってるんだな、トライバルより使えるな。あ、超久しぶりに見たこれ。そうか、燃やすといいんだな、確かに。いって、あー、こうなるんだ。あー、そうなんだ。いってってなるのか。これどうなの？これ。どうせ後で来るだろうからな。あー、分かりやすいね、こうやって死んでくれと。何これ、全然わけわかんねえ。Shall we do it? あ、これヒューズ入れるやつかな。薬液を散布します。薬液、何？行ってってなるの？なんで薬液散布して、散布装着、え、いや意味がわからないですね。薬液を散布するために使用するカートリッジ。はあ。中身は空。空？エラー。カートリッジが空です。薬液を充填してください。除草剤効かないぐらい植物が強くなるほど。いかなかんか。とりあえずまあこれ標準でいいんかな。いけそうにないな、こっちは。あ、お前か。
うわ、どうしよう。どうしよう。取って、あ、そっか。ここに戻ればいいのか。あれ？戻れる？こっち、え？俺どうやって来たの？ここまで。これが、え？こう、ああ、いいのか。リビー出てこないんですね。こう、ちょっと進んでんじゃねえか。うっせえ。戻るべ。はあ、なるほどな。たまげたもんですわ、こりゃ。目の前におる、目の前におるじゃん。これどうすりゃいいんだろうな。あれがな、ガンパウダー強化剤に見えるんだよな。よっしゃ、預けちまえ。よいしょっと、空になっちまったな。強化か、どうすっかな。強化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 3つあんだよな。これ置いてっちゃっていいかな。先行、使う？これ使うのかな。とりあえず秋さんでいくか。こいつら、そうか、イビーはこいつのせいで、イビーはあれか、解雇されたのか。お、いいね、これは。これイビーなんだ。これイビーなんだ。こんなんだった？もっとなんかあれだろう。葉っぱだっただろう。ほうなん。これあれ？ヒューズとか出てくるんじゃないですか。 MO ディスクはなんか最後の方だった気がする。モディスクあんだよ、どこだよ。彼氏剤、空のカートリッジ、急送冷却。そうだね、めっちゃ猫背の人おるやん。これいいかもな。これでとりあえずあれだな、生きてるかチェック。あのめっちゃ頑張ってる。あ、ガンパウダー、ガンパウダーここにあったか。めっちゃ頑張ってるね。機械好きだったんすよ。キュルキュル
すげえなんか、あ、ちょっと待って、すげえキュルキュルなる、あれやっと、うい、あ、もう7時なんだ。あの、そういえばあのとても見た目がいかがわしい植物はこれにも出てくるのだろうか。あ、そういえばサブローやってねえな最近。サブローやろっかな。動物の森やらサブローやら。あ、シーマンか。うん、とりあえず何もなさそうっすね。これか。開けろってことか。なんか差し込めそうじゃね、頑張れば。どこ？音質。これ下行ってまだおるだろう。あ、ブルハブ。炎症ダメージ。ちょぼちょぼ打ちは正攻法。あ、そうなんだ。ちょぼちょぼどり。これは崩せんのかな。割れない。足りなかっただけ。あ、なんかダメなのかな。なんかでも道は続いてんだよな。あ、なるほど、ここで除草剤なんだ。わかりましたんで。そういうことか。ここに使うのか。ロックされた扉。これなんだっけ？ブレーカーボックス。なんかよくわかんねえやつか。枯葉剤が足りませんと。もう使えねえよこれ。自設管理端末。ああ、とりあえずこれの謎を解かないといけないってわけか。Welcome back。 強い除草剤作ろうぜ。あ、なるほど。あー、これか。うん、薬液中。うん、驚異的である。万一の事態が起きた場合制御は困難である。用いて、これんことかな。UMB ナンバー21、規定量注入。
これちなみにいけないのか、まだ。はてさて、フーム。墓場へ U ターンだ、グレイブ。うるせえ、ハゲ。ハゲが。これあれか、上級だっけ。見に行ってみる。あ、普通にロックされてんのか。なんだって。なんかとりあえず見っけてこないとダメなのか。これなんですけど、これどうなんだろうな。そういう感じじゃないか。あれ？あ、でもそっか、ここが枯葉剤で、この先に行くと上級のやつが取れるって感じか。完全に理解したわ。そういうことですか。で、これがその上級取ってからじゃないと読めないと。無駄玉打っちまった。高くついたがいい授業だったろう。やってないことがありそうだな。じゃあジャングルで、ここでまだやってないことが。劣化レプリカ。あ、なんか聞こえるな。不穏だなぁ。ん？こっち行ってないのかな。あ、なんかある。リフトか。違った。あー、なるほど。これどう覚えっかな。コンセント縦、鍵カッココンセント、よし。ジャングルポッケですね。そんな雑だな、この施設も。スクショ、なるほどね。確かにスクションもありやな。まああんぐらいならね。あの PC 版はそれが使えるのか、便利だな。コンセット。テトリス。雑。何？どこ？私今ここにいるのね。あ、これね。あ、そういう。そうなん。ちょっと待って、もう一個ロックがかかってるな。もう一個あるのか。なるほどね。これであれか、さっきのリフトが動きますよっつーことか。このドタ分けが。本当は化け物語の忍の声、平野綾になる予定だったらしいですよ。なんでやろな。シャッガン。イビー食ったら体力回復しねえのかな。
あのたけしのガッツ島みたいな感じで。一期そうだったっけ。あ、でもそうだったかもしんない。一期って喋んなかったもんね。なんかあのうなり声みたいなやつやってたかもしんない。急がせてもらうよ。パイルバッカー、美濃川と植竹はパイルパイパンって言ってた。マジで意味わかんなかったなあいつ。なんだよパイルパンパ、パイパンって意味わかんねえ。パイルパイパン、パイルパイパンの響きの良さよ。あ、なるほど。おいしいの。バカ揺れるな。酔っ払いかお前。嘘。はい、とりあえずクリティカルの演出は分かるようになりました。これ便利だな。ジュってやるの近寄らなくていいし。こいつは違う。バカがや、おー、デイムボガー。近すぎ。ふう、普通の銃でもまあ確かにもったいねえかなと思って。ねえこれ置物。 DNA 二重螺旋を模した置物。いやこれほら、うれ、来て来て。かっこ、あい。あ、これ3つ目のやつ。耐えてみたまえのことを、あと、パイ釣りしたまえって言ってたかんな。あれもよくわかんなかったな。パイ釣りしたまえ。したまえってのがムカつく。これがこっちに通じて、まあ戻ろう、めんどくさいから。私は伝説を作る。ここに行け。物理やIT よがすごい好きだった。全然 IT 関係ないところで IT よっていうのがすごいバカっぽくてよかった。あ、やべえ、忘れちった。あ、でも持って、手持ちの武器にあるのか。だからいいか。武器じゃねえけど。BGM 不穏だけど、まだおるんかね。って言ってたら、またさっきみたいに横から急に手が伸びてきたりとかありそう。おしゃ行こう。なんだっけ。これ。これ、これ、これだべ。はい。どこ行けるようになったの。あ、どこ行けるようになったの。ん、ああ、ここか。こん中か。さて、どうすっかな。いや、さすがに、さすがに4個ぐらいは覚えられるよ。マジっすかな。あじゅんましょんめ。あじゅんましょんめってさ、これ分かる人じゃないと何言ってっか分かんないんだろうな。じじいがよく言ってたんだけどね、うちの。あじゅんましょんめって。
シェフを呼んでくれ。あれ俺戻ってんじゃん。どうすっかな。これはまあ多分近々使うと思うんだよな。ブルーハーツ、ブルーハーツなー。氷室、上級国民よ。白い部分と黒い部分を判定させると数字、アホなん。あーそういう感じなんだ。目から鱗、目から鱗ってどういう時に使うんだろうね。絵面を想像したらただただ気持ち悪いだけだった。ザッパが言ってたからね、目から鱗が出たら怖いだけさって。ザッパは何でも言う。なんで最初はグーなんだ。重いものって先に落ちるよね。どうしよっかなこれ。ショットガンの強化弾作るか。ハンドガンはなんかいい感じに増えたしな。俺バランスタイプでいきます。言うて5なんだよな。なるほど、2発残る感じか。なんだ長い、そんなすごい。それ好きだな、本当に好きだな。サムライエッジ、ほら6発か。6発もできんだね。あーこうなるのか、なるほどね。まあいいんじゃねえかなこれで。そして私はセーブをする。20でも24でもなく23だったか。セーブいっぱいしちゃうな、ついつい。インクリボンなんてなかったんや。ブルーシードっていうアニメがあってだな。かれこれ20年以上前になるな。あれのオープニング、タッチキ文彦が歌ってるっていうね。青い青い時が溶け出した。あれすごいかっこいいんだよな。ブルーシードのがエヴァの前にやってた気がすんだよな。アシプロダクションとか懐かしいわ。立木さん歌ってたんだぜ。それはまるで奇跡のような時間。ちゃちゃあ、えへへへ、ダイあったー。うっす、どうしよう。ハンドガンの弾かな、どうなるんだろう。ハンドガンの弾73発、どうなんだろう。まあゾンビ用だよな基本的に。デザイナーズキラー、スッ撃ってみるか。
どうせなら頭狙った方がいいよな。お前ら痩せ我慢してんだろ、頭打たれて。いや、頭打たれるぐらい余裕だしって感じだろ。あんなんこれ。なんなんすこれ。関係ないんだな、じゃあまだ。ん？ちょっと待って。1、2。こいつはやってねえ。ハゲ取るやないかい。ごめんなさい。あ、葉っぱきたー。頭吹き飛ばない。あー、今度じゃああれか、あれ入れてみよっか。解除モッドだっけ。それがあると分かりやすいのか。関係ねえだろ。え、いや、バレてるどうする、あかんのか、あれは。ひっくり返る。え、これ何がいいんだろう。リカちゃま、手榴弾強いね。行って低音、あ、なるほど。あの、めっちゃ頑張る機械くんが出てきたら俺はもう満足だな。よいしょよいしょって感じのあの機械が出てきたら俺は嬉しい。あ、なるほど、死んだふりできない。銃なんて捨ててかかってこい。うせえ。おおおお、元気いいじゃない。かかってこいよ。このクソ AI が来ればいいじゃない。上行ってんじゃねえか、あのバカ。あのバカ。研究員か。バカ。いって、やべ、おいおい、あはははは、赤やべや相当焦ってる。まだ生きてんの。やめろ、くっす。ああ、そういうことか。テリトリー、ウラメスさん、俺のテリトリーですよ。影踏まれて動けなくなるってわけだな。木戸麻人、彼女に浮気、うわー、木戸くんは彼女に浮気されてるかわいそうな子だったから、きっと体調が悪かったんだろうな。めんどくせえからもうショットガン使うべ。
いいべ、使っちゃってでも別にハンドガン50発か。わべ、とりあえずあの演出が入るとクリティカル。ショットガンだと一発でゾンビ殺せる。あはははは、やっぱショットガン強いんだな。そう考えると SGGK。15発やれんな。クリティカル、そうだね、運がいい。信号、あ、アイテムなんだこれ。何これ、誰かが残したメモ。果実になった、何度でも。全身が黒い墨になるまで。ああ、なるほど。これ知らないで、あのまんま放置していったら、戻るときにあれか、まだやられちまうってことか。再生が追いつかねえって感じにしろってことな。ラズロザトライパニッシュ。なぜだ、これだけ弾を打ち込んでるのに、この人に勝てる気がしない。あそこの描写すごい好きなんだよな。ダブルファングの時の方が強そうなんだけどね、リビオは。トライパニッシャーなんか小物感あるんだよな。まああいつのおかげであれだったけどね、最終的には。いいキャラでしたね。何これ。ふぅ、回復もう一個ぐらいあればな、だいぶ余裕できるんだけどな。おっぱい。トライパニッシャー、まあそうだね。見た目がやばいよな。なんかあの背中から生えてきた手は何なんて感じだよな。なんで背中から急に手生えてくるんって感じだよな。合わせたから何なんだよ。メンテナンスに使われる。何言ってっか分かんねえ。うん、ラズロね。まああのあれね、あいつなんだっけな、マスターチャペルがね12人目だと思ったらっていうね、まさかの。与えるしかなかった、一つの体に二つのナンバーをっていう。発光好きなんですよね、強すぎてっつって。それに匹敵したリビオもすごいんだけどな、あのガンホーガンズのあれに選ばれたリビオがすごいんだけどな。ダブルファング、トリップオブです。何これ、ああ。アグリに似てんだよな。もう一個の方行ってねえな、そういえば。
まあ、ウルフウッドが一番かっこよかったな、トライガンは。お、あれ？なんかここついてなかった？見間違いでしょうか。あ、これか。あ、これが開いたってことか。これに入れなさいよと。現在マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。マヌアル。あ、これ、このションベンみたいなやつうまく調整しろってことか。ああ、なるほど、ここまでしか上がらないってことか。ほん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 。はあ、やべ、空っぽだこれ。なんでこんなめんどくせえ装置作ったかね。いや、これ2回やったらダメだな。これでいいんじゃないの？あ、器が、器が知れたな。ほい。わけわかんない、この装置。わかったよ。わーい。拡張ラムカートリッジ。サターンの格ゲーは良かったなぁ。完成度高くて。プレステとは大違いだよ。なんだあのプレステの97は。まあしょうがないんだけどな。あっちはラムカートリッジ使ってたかな。これですね。これ出てくんじゃないですか。これはこういうのやった後は。誰に言ってる？お前誰に口聞いとん？あ、これか。これスルーしとくとなんか後でめんどくさそうだな。いや、スルーできんならした方がいいのかな。あ、枯らしちゃえばいいのか。枯らしちゃえばワンチャン死ぬんじゃねえのか。ほらよ。薬液の温度が適切な範囲ではありません。ああ、なんか言ってたな、冷やすみたいなこと言ってたな。冷やすみたいなこと言ってたな。うーん、低温。ああ、あ、なるほど。
落っこってくんのかな、そのうち。このあれはいないのかな、あのなんかとてもあの表現しづらい、なんとも言えない世紀のような形の植物は、なんとも言えるな、余裕で言えるんだけど、すごいためらった今。こっちか、あれブシャーってなるんですよね、あれはひどかったな。いろいろ迷って結局言う。あれはでもしょうがないんや。アウトブレイクね、ありましたね、アウトブレイク。アウトブレイクはスカルファックできるかな。ファーク。これまだ先なんだろうな。あ、これか。そういうこと？うっせえってやられた。あ、これか。これにしろってこと？あ、なるほど。はい。これでいいんでしょ？猿でもできるわ、こんなもん。え、で、何？なんかいいことあんの？あ、これであれか、ロックが解除されんのか。わけわかんねえ。わけわかんねえや。で、こいつら動き出すんか？さっき撃ったのに動かなかったのに。うっせえ、うわぁ。あいつは今何やってんだろうな。もうシャバに出てこれたかな。いや、いろんなやついたけどね。まさかね、同級生から逮捕者が出るとは思わなかったからね。しかも詐欺で。牢屋間違いない。誰が詐欺したくて、俺だよ。何これ、あ、燃料、え、俺いつ取ったのこれ、俺燃料いつ取ったの、あ、今か、あれあれかと思ったの、でっかいガンパウダーだと思った。いつか捕まるね、多分出てきてもまた捕まるだろうね、あいつは。バカだからな。俺が言うのもなんだけど、あいつバカだからな。うっせえっつって捕まるね。ショットガンの弾を作るか。まあ、これちょっと保留だな、とりあえず。ハンドガンの弾今いくつ ?68 か。まあ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 って感じですね。岩沢さん的に言わせると、まあ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 だな。お、いわゆるミリタリーナイフ、こいらねえんじゃねえの、これもとりあえず。とりあえずもういらねえんじゃねえか。あれ何預けた今。解放射器ダメだよ、預けちゃう。これはまだいらない、いらない。3枠か。難しそうな、もう変わってない。まあ変わってないな。変わってない、変わってるやつだったな。変なやつだったかんね。18歳未満はお断りだから。回復も1個確かし。ほうじゃね。ビビリなんですよね。あの、ココロンと同じぐらいビビリだから。あいつならやりかねない。やった！ここへ来てナイフが増えた。回復が増えたよ。やったね、タエちゃん。回復が増えたよ。やったね、おっさん。
やったね、おっさん。呼び方がおっさんなのがまたいいよな。なんかそういえば、あと、はめられるところがあったよな。どこだったっけな。はめられるとこあったよな。あ、これかな？ブレーカーボックス、これだ！アンブレイカーズ。せやなぁ。絶対、いや、でもね、あっこでいっぱい死んだんだよ。俺、どこでなんかすげえ、あ、ワニに食われたでしょ？ワニに2、3回食われて、あとね、G の第二形態のところでペシャンコにされまくって。まあまあ面白い死に方してるな。エイダの時も一回死んだな。低音、おー、オッケーオッケー。いい感じだな。何これ、注射か。あ、そうなんだ。まあ、初見だとやっぱみんななっちゃうのかな。まあ、意外と早くできたって言ってたしな。あ、これあれか、めっちゃ頑張る機械か。頑張れ、頑張れって言いたくなるやつか。どう？クリティカル？え、すごい！長座大前屈、なんつうんだっけ、あのさ、あの、こう、これで手をグイーって伸ばした、何センチとか測るやつ。おかえりなさい、リー研究員。メッセージが5件あります。すごいね、プルプルいってるよ。これあるじゃん、あのさ、身体測定の時にさ、この体勢になってさ、なんか、すごい手で押して、87センチみたいな。ウェンリー、はい。リック面倒さ。何をやらかした？カートライトの野郎。えらい剣幕だったぞ。エイダパート、タイランド出る前に電気通して扉開けるの。あー、そんなん、そんな、あれと一緒？なんだっけ、サラザールのところのさ、あの天井落っこってくる前にさ、装置処理するのと一緒みたいな感じ。俺の可愛い二重螺旋ちゃん。これってあれでしょ、最後の二重螺旋、あの置物だべ。エイダになら尻に敷かれてもいいですね。ただしクレア、てめえはダメだ。君は来なくてよろしい。再来年の予算案。再来年といえばね、今のこのね、蔓延してるウイルスはね、あとなんか抗体つうかなんかワクチンできるまで1年半ぐらいはかかりそうみたいな話を聞きましたな。ゴレア、完全にあれだね、兄弟揃ってって感じになっちゃったのかな。リストタグ、カートライトのアファどこに隠してやがるんだ。プラント43。うん、何こいつら、 LINE で会話してんの。スージー、ブヒブヒはどこだ。お前も俺も夢中だった。岡君はメモをくれなかった。コミックとゲーム返さなきゃ。そっか、こんにちは。スージーとブヒブヒ。氷漬けにされちまう。小作が追いかけてくるぞ。めっちゃ面白かったな、あれ。意味わかんなかったかな。
スージちゃん、おめえはお三度になって連中の食事の支度するんだ、一生懸命やれよ。あの結構なんかあれだよね、捕まえてもなんかあれだよね、なんか優しいんだよ。やったー、冷却が終了しました。ガンパウディ、さてここでショットガンを増やすかハンドガンを増やすかなんじゃが、はぁ、味すっかな、ハンドガンじゃろ、67発か、ブレーキだぞおめ。なんかしかもなんか数字捕まえた時だけなんかすげえ不機嫌だったし、あれなんかめっちゃ不機嫌だったの何だったんだよね。チキはわかるよ。あ、もうやることねえのかも。ドクタードゥームね、あっちだと人気ですからね。うん、そんなに人気だったんだね。ちなみにアルティメットマーブル VS カプコンだと最強キャラの一かけですね。まだ痙攣してんの、悔しい、ビクンビクンしてるじゃねえか。クリムゾンさんね、クリムゾンさんのエロアニメがあったな、そういえば。見てないけど、あ、クリムゾンさんだって。さてどうしようかな、ハンドガン、シャットガン、 SGGK、 味すっかな。私にできるのはとりあえずあとカレッパーにブシャーするのと、まあ普通戻りゃいいか、カレッパーにブシャーしますか。じゃあ早くしないと、せっかく冷やした枯葉剤が、いや枯葉剤って言っちゃいけないんだよな、枯葉剤はいかんな、あまり、え、いびたそう。おっさんも燃えてる。おいおい、どうでもいいけど、おっさん足の角度すごいな。あ、ショートカットするとこれ、そうなんだ、これあれじゃん、千原ジュニアがなんか事故った時の横向いたら自分の足があったっていうあれじゃん、千原ジュニアバイクで事故った時相当やばかったらしいかな。ナイスファイトだ。これ一回戻ってこっち来てな、すげえ気になる、これ黄色い部分とかあった気がするけど、あー、なんか全然とりあえずなんかオブズは消毒だーって感じで、なんかヒャッハーすりゃいいのかと思ってしまった。これなんかあれだよね、あったかくなってダメになったとかないよな、さすがに。いや俺さ、あのあっちのさ開けてないやつすげえ気になるんだよな。いっちゃいっちゃえ。あれ、イギー、イリー、トミー、クラウド、アブドゥル、マジシャンズレッド、アブドゥルも結構強いらしいな。前ミカドの配信でジョジョやってたんだけど、やっぱ華教員超強いみたいね、鳥以外だと。
イグラシの同時にお前あれ知ってるよな。うん、日暮らしの泣く頃にはね、ちゃんとっていうか名前なんだよな。そうなんだよ、大石さんの名前クラウドだからね。蔵にあれだからね、人って書いてウドだからね。確かそれをその書き方だったはずなんだよな。かかってこいよ。MRFS だったらあれだな、サードの。あ、ごめん。行って。これ？簡単だな、これ。やってりゃとりあえずそのうちできるって感じだな。待て。このクソ野郎。また面白い形で。最悪だ。硬すぎだろ。おー、サイドパック勝ちました。バックパッカーって書いてあるんだけど、何それ。あかんあかん、近いとそうだ、やられんだった。 BGM が止まるとちゃんと死んでるっぽいよね。ウェンリーこいつか、ほんとしぶといね。今のはひょっとこぐらいしぶとかったな。これ分かる人は分かってください。このひょっとこ様がしぶてえ、仲間側からしぶてえって言われてるかんね。黒ずくめの USS USSR。 白い何これ、脳が真っ赤な血だまりを泳いでる。なんて読むのこれ。嫌だ、俺は嫌だ。天才と言っていた。脳症。今宵もゴーショウハー。トゥルルルルルトゥルルルトゥルトゥトゥ。あれ久しぶりに聞きたいな、 DJ ラオウの今宵も豪勝派。あれなぁ、 VTuber の先駆け、 VTuber の先祖だからな、 DJ ラオウは。あれを10年以上前にやってたってのがすごいなぁ。トゥルルルルルトゥルルルトゥトゥルル。 DJ ラオ久しぶりに聞いたけどやっぱ面白かったな、センスの塊だわ。ギャグ漫画日和のね。しぶといキャラってなんだろうな。無限の住人のね、シラもね相当しぶといんだよね。まあ烈火の炎で言ったら長い木蓮だろうな。モクレンとミコトが付き合ってるっていう。天道地獄のあの洞窟編だとね、ね、バカなことに三鏡に喧嘩を打ったかんな、あいつら。愚かですね。しぶといキャラ、敵キャラで言うとなんだろうな。フリーザなんかあっけなかったかんな。メカフリーザだーっつってなんかあの、
バーニングアタックなの、シュバババババってやつでやられちゃったからな。17分割された後にバーニングアタックな、あのシュバババがなんかさ、みんな好きだよね。一番最初なんだっけな、あのレベレーターでジョニーが追加された時に、あのジョニーのね、ステトレハンっていうのがあって、ステトレハンがめちゃくちゃ入力難しくて、ジョニオさんがあれのトランクス入力方法はこれですっつって、トランクスのシュバババ貼ってたのがめっちゃ面白かったな。あ、こんなに忙しいんだって。薬液を散布します。凶暴エイリアン、お、やったぜ。なんかこれバイオ1にもあったよね、そういえば。平安京エイリアン、え、これダメなんじゃねえ、これダメじゃねえ。だって警告、規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。いいよ。てるって、お、なんかピクってなんなかった今。さっきのあれ、レインコートのやつ、レオン懲戒処分されちゃったか。ニートになるしかねえ。平安京エイリアン、平安京エイリアンが世界一うまい男なら死亡、なら茂雄。ちょー、タイラントさんだ。最近ご無沙汰だったからな。どうしよっかな。ソルのタイランレイブのことをさ、俺の後輩がずっとタイラントレイブって言ってたんだよ。惜しいって思ってた、いつも。タイラントレイブ。パイロン？バイロンか。バイロン・カートライト宛てのメール。レベル100になってますか？ありがとうございます。多分全く意味ないんだろうけど。配信やりすぎたこのハゲぐらいにしか多分思われないと思いますけど。ありがとうございます。そんなマサルも気づけばレベル43。マサルはまああれだからな、指針の剣使うからな。全部足したレベルがマサルのレベルだから。いやでも違うんだよな。1上がるごとに上がりづらくなってくからな。どうすか、やるんすか、スティームの。スティームのゲームを OBS スタジオでやるんすか。俺の知らない機材ですけど、あるんですね、そういうの。っていうか、想像休みなのに、あいつ、バイオ6配信しねえぞ、使えねえんだけど、あいつ。あいつ、バイオ6やるためだけに生まれてきたのにな。不正な操作が実行されました。枯葉剤散布実行されました。これさっきのやつか。あー！ウェイン D さん、ごめんなさい。ほんのいたずら、出来心だったんです、じゃあ。バイオ6学校やるためだけに生まれてきたってすごいかわいそうな人生だな。マサルはあれいつやんの？竜が如く6、6じゃねえや。6俺がやってんだ。
五徳とさ、あの初めの一歩やってんでしょ。うん。あ、ゲームできないのか。まあそうだよな。しかもさ、夜中は夜中でさ、夜泣きとかあるからね。それ考えるとな。だよな。だからマサルくんも寝ちゃうんだよな。うん、ごめんな、俺分かってあげられなかったわ。竹雄が泣くんだよな。結構大きいけど、結構大きいけど泣くんだよな。結構大きいけど、少年やな、子供だもんな。結構大きいけど、実際マサルくんちの子供はあれですか、結構やっぱ夜泣きもしてた感じだったんですか。まあでも子供は泣くのが仕事だからな。え、俺どこ行くの？ウエストエリアで G ウイルスを入手するウエスト、あ、こっちか。わかりましたんで。タイランドも来ない？そんなぬるくないでしょう。レオンの顔が見れない。支援に似てるレオンの顔。これか。よっしゃ、いけたー。急に、あ、そっか。三、この間三男坊生まれたのこの間だもんね。なんかすごい、でもどっしりしてるような。あら、大物になるぜ。マサル気をつけろ。中学生ぐらいになった時にあれだね、ふざけんなクソ親父がっつってパワーボーム決めてくるから、この技はトシヒロのっつって、それが最後のマサルが見るビジョンだから、その技はトシヒロの面白すぎるだろ、その展開。どうしよっかな。なんか持ってくるべきか。注入してくか、とりあえず。各言う、僕はチキン野郎なんでね。タイラントさん来ないなら行こうか。トシ、ツッって聞く。最後のセリフ。遺言トシかよ。って面白いよな。トシヒロの話ね、割とね、いっぱいあるんだけどね。まあ、言えないようなこともあるわけですよ。うん。あんまりだから言わんとこ。俺がパワーボムされる可能性あるから。あ、こっちか。見えんかった。兄弟喧嘩でパワーボム出るか？面白すぎるだろ、あの兄弟。あ、これはもういいのかな。まだでも使えるところあるのか。とりあえず、いやでも枠に余裕あっかんな。全然、全然いいよ。むしろこれを早く捨てろっていう。これと木を早く捨てろって話なんだけど、ライトニングさん持ってっちゃっていいのかな。どうなのかな。いや、無駄に持ってくのもよくねえが。合体させましょうか、とりあえず。ガンパウディ。あー、これどうしよっか。ガンパウディで、ハンドガンの弾作るか、ショットガンの弾を作るかを。マグナム。さて悩みどころだな。ハンドガンの弾が50発ぐらいだ。保留。困ってから作る。それがいい。これ相当できんだっけ？やるじゃない。そうだ、これを注入するんだったな。注入して、20% だけ置いてくか、割と余裕あるから持ってっちゃうか。持ってっちゃってもいいかな。いいっすかね、とりあえず。
とりあえずいいんじゃないか。で、俺はやり直すのがすごい嫌なんで、ここでセーブする。ほら。25回目。セーブしまくりだな。これ本家のバイオ2だったらよっぽどの数ですよ。24回は。25になるのか、今ので。ソーズもよ、トライバルもよ、バイオやらねえからよ、ショネが俺がやってったよ。いやでも面白いっすね、このゲーム普通に。うん、トライバルと同じぐらい面白い、マジで。ソーズはとりあえずあれだね、この2日間休んでほしいね、個人的には。うん、ゆっくり休んでほしいわ。研究所のデジタル出たな、デジタルオーディオ、すぐデジタル。こいつらはあれだな、噛みついてこないからな、こいつらはゾンビになんないんだろうって、なんかあのマスクつけてるからって理由でそう思っているんだが、あのハンク系統はやっぱ使うんですね。へへへへ。あ、すぐ隣にある、優しいじゃないの。あ、手、ある、え？電源来てない。ああ、そういうことか。電気通してってことね。OSS。これか。チャルメラみたいだったな、今。たまにうちの猫がチャルメラみたいな鳴き声を出す時がある。よっしゃ。グッドロック。そういうことね。行くぜ。バイオセブン思い出すなー、これやると。あ、ウィリアムだ。マーキーやめて、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。自分に打つところか。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。ビデオって何って感じだろうね。最後にもう一度だけ言う。あと MD は絶対知らなそう。ワンチャンビデオ知ってても MD は知らなそう。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。そっか、関さんだもんな。土井先生だよな、関さんつったら。98年が22年前ですよ。やべえな、おい。関俊彦って言ったあとなんだろうね。あ、やっぱ現状三蔵が来るな、最有機の俺は。うん、ちゃんと頭打ち抜きとかないから。今のが G ウイルス。ハンクも切れてるわ。あ、いなくなっちゃった。いや、これ捨てるべ。うん、いい加減捨てるべ。これ記念に取っといたけど、これ見れんのかな。デジタル研究所の、あ、見れるんだ。長井浩二長井放送、ジーコ配信始めたらしい。これあれか、俺の配信画面には、あー、そっかそっか、これだってあれだもんな、 Windows キャップだから映んないのか。コウジ君多分バイオ3かあれやってるよ、動物の森。よっしゃ、だいぶ枠できましたね。ワクワク7。何、ウィリアム・バーキンやって、 G の研究中止について、危険だからってこと？うん、
研究開発費は打ち切り、ああなるほど、サジ投げられたわけ。 BE BE って誰？うん、生物兵器。あ、んであれか、こいつらに買われたってわけか。リヒャルト・ケスラ、実用段階寸前だそうだな。こいつら生物兵器作ってあれでしょう、要するにそれでっていう感じなんでしょう。ジェーン、アムラも一枚岩じゃないし、ジーも実用とか多くかな。まあそうだね、タイラントだってな。違う、私じゃない。これバイオ4思い出すな。あれ思い出すんだよな。フーチェインがさ、フーチェイン、あれなんだっけ、なんかあれ思い出すんだよ。なんか思い出すんだけどな、忘れちゃった。思い出してない。ねえ見てこれっつって、両腕がちぎれた両腕をこっちに見せながら、ねえ見てこれ、ねえ見てすごいでしょって言ってくる。クリスのクローン、確かにな、学ばねえなあいつらも。クリスのクローンな、5のクリスのな、ストレートやばかったかんな。春道くんのストレートみたいな感じだったかんな。坊や春道がすごいのは蹴りじゃなくてパンチで人を吹っ飛ばすのがやばいからな。何これ、あはは、なるほど。どうしようかな、ショットガン増やした方がいいのかな。ショットガンそんな使って、これ3つあんだよな、でも人間吹き飛ぶね。春道くんかっこいいかんな。ガンパウラでハンドガンの弾、四股玉増やすか、どうしよっか。これショットガンの弾作るか、あーやできないのか。そうするとダメか。ショットガンの弾大量に増やしてもなって感じするよな。ハンドガンの弾作っちゃおう、だったら。なんとかなんだろう、知らねえけど。27発いっしょ。これでとりあえずじゃあマグナムの弾作っとくか。ほんで次になんかガンパウダーの弾、ガンパウダー来たらショットガン作ろう。それでいいじゃない。マグナムの弾30発か。根拠あれば十分だべ、さすがに。春道くんね、そうだね。最初はあれだったかんな。なんかね、マコと二人でさ、武装に乗り込んだあたりからもうやばかったよね。武装戦線はね、あとね、少数精鋭になってからの方が強いっていうね。龍神が認めたメンバーしか入れなくなったっていうね。まあ、兄貴がゴミだったんだよな。兄貴がゴミで、兄貴の兄貴がさらにゴミだったっていう。違うな、兄貴がゴミで、兄貴の兄貴はあれだからね、弟に捨て駒にされるようなやつだったから、ね。
なんだかんだででもワーストのね終わり方も面白かったけどね。とある市の最強の5人対あの万事の最強の5人集めて、一番最後にあれだね、あのじゃんけんだったってのが良かったね。あれがいいね、あのガと武装が組んだところが結構好きだった。あとビスコは超いいやつ、倒した敵の上でなんだっけ浦安鉄筋家族を読みながら爆笑してたっていう。いや恵比寿光一はいいよね。あの長男はな、あれなんか本当にさ、その辺の雑魚鉄砲玉みたいな感じだったよな。研究記録はい G はい、うん、無意味と判断、被験体を処分、うん、被験体 501G ウイルス、うん、そういえばタイラント全然出てこないな、なんかもっといっぱい出てくるのかと思ったけど、 T ウイルス、微弱な体勢を示した、うわすごい、そんなんやってたの、うん、よろしく、うせやろ。あったね、腕相撲だっけ、あ違うな、握手してなんかあれだったんだっけ、まんじと、あとどこだっけでかいとこ、ゼニア一家か、ドスケンさんね。グリコが規格外すぎるんだよな結局さ。だってさ、花は前線したけどさ、グリコに行あれだね、行けるやついなかったからねそうだね、よし、エイダのところへ。ワーストはグリコが本当に一強すぎたね。オールひろゆき、あ、これあれなんだ、入らないんだ。グリコがちゃんとまともに喧嘩するって感じで喧嘩したのはあれだからね、花との怠慢だけだったからね。来るよな、あっ、私がいる、終わらせなきゃ、行って、どういうつもりだ、許してビー、もうこうするしかないの。いや近いだろ、近いだろ、もっと離れろよ。惜しいな、アネットは。アネットはもうちょっとなのにな。何もかもアンブレラのせいよ。あんたもそうだろ。アネットね。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。アネットガリガリすぎんだよな、なんか。話してくれないか。最初から全部。もう惜しいな、アネットな。なんかもうちょっとうまくいじれば。目真っ赤っかになるやつか、カッてなるやつ。そんなビリアム、なんてことしたの。非人生的キャラブサイクするのひどいよな、確かにな。確かに G ウイルスは作ったわ、でもこんなのは想定。いくら弁解しようよ、あんたも君だ。
行って、これ決着をつけて、うわー、うわー、ちょっと、あ、違う違う、お、なんだこれ、待って、ナイフじゃないな、3個までなんだこれ、ふざけんなこいつ、バカだろ、食らう、あ、死んだ、ノー、やべ、マグナム持ってくるべきだったか、あ、マグナム持ってこれるやん、これは、ああ、私は帰るよ、あ、こっちだった違う違う、やめなされ、やめなされ。ああ。やべ、バカ。救急スプレー、これはどうすりゃいいんだ、こう、こういうことか、とりあえず行かなきゃいいのか、マグナム、どうしようか、うわ、ちょい、いや、待って、こっちの方がいいのか、ダメです、ダメですか、形がな、そっか、こう後ろからクイッとかっていけねえのか、燃料、会えば今無料みたいだね、そういえば。あのカプセル、確かに。何キロあるんじゃ。やめろー、危ねえ。やべ、やっちゃった。見えねえ、見えねえ、見えねえ、見えねえ。見えねえ、見えねえ。ダメなんかこれ、無理じゃね、これ配置的に、全然ひるまないぞこいつ、やるしかねえか、これダメそうだな、あ、ちょっと背面に回る感じかな、背面に、でもなんかギミック使う、
背中に目があるんだよな。なんか開いてる。てめえ失明しろこの野郎。なるほど、持ってる時にか。ざーけんなこの野郎。あ、ふざけんな今。回復ねえ。どっかねえか回復。開いてねえまだ。くそ、燃料か。いや、ショットガンの方がいいのか、これは。あっ、あかん、あかん、あかん。ひぃ、やろう。お前ちょ待ってと、ショットガンが。ああ、いや、マグナム持ってきてない。置いてきていいんじゃねって言われて、あ、ここにあったのか、よかった。マグナム行くか。さすがにマグナムないときついか。もうこれ使ってこうぜ、これ。マグナムの弾、これマグナムの弾作ろうぜ。これないないね。マグナムの弾さっき作ったな、そういえば。あ、ですかな。そうか、あったのか。てかグリーンハーブがねえんだよな。救急スプレーが、あ、強化弾あったな。うん、あ、なるほどね。ありがたいっすね。あれ、救急スプレーね。救急スプレー、あっこで拾うんだっけ。セーブすか。OK、 わかりましたんで。マグナムだな。36発、40発ありゃいけんだろ。あれ、まだなんかある。ガンパウダー大勝又じゃん。
勝又大ねえんだよな。でももうじゃあ行こう。うん、確かにハンドガンじゃきちいよな。あれ、クラス A 収容違反を提出。やべ、早いぞあいつ。あ、撃てなかった。見えねえ見えねえ見えねえ。うわあ、これ救急スプレーどこだ、救急スプレーどこだよ。ウェイ、救急スプレーどこだ、マジで死ぬから、死ぬから教えて、救急スプレーどこだどこだどこだ。うわー、あ、これか、ちょ、救急スプレーなかったっけ。マグナムの弾ある、マグナムの弾取っとけ。違ったー、巻いてくの空きっぱになってんのか。嘘じゃろ、見えずれんだよ。あーしんど、確認、そうだねマグナムはやっぱあれですね、ボス用なんですね、マグナムは。とりあえずこのおかげでチンカスゴーレムに勝つことができた。作業用リフトの使用が可能です。うるせえ、ぶっ飛ばすぞ。トライバルも切れてるわ。どうしよう、持てなくなっちゃった。ハンドガンの弾作る子なかったなあ
なるほど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 。G フリー3でタラフク使う。なるほど。ハンドガンの弾じゃああれだね。だいたい。うん。ああった。わーい。25発か。こんないらないでしょ、もう。どうなんだろう。手榴弾の方があれなのかな。1だったらいいか。中盤なくてもよ、じゃあいいや。まあ僕は別にハンドガンしがりとかしてるわけではないんで。ノーマルでこの低たらくですよ。え、これどっから出んの？こっちから出れんの？んーで、どっから出んだ？お前なんか持ってんのか？ほら。ほらこの野郎、なんて気持ち悪い肉の塊だ。これね、全然気づかなかった。お前まだ生きてんの？まずいな、ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。さっきの話信じられないけど、 G ウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ、 FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない、産業スパイよ。 G ウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。出任せ言うな。金は命より重い。おめでたい人だ。もし G ウイルスが、うん、アクトホテルに渡ったらもうやばい。ああ封鎖を開始します。